ね、そしてあのオフサイドも最下位9つ少ないんですね。さあコウムヨルから中へ、中入っていった、キムソンだから、さあイミョンジュ先に点を取られてしまいました。決めたのはイミョンジュ、24分です。取られたくはなかった、先制点を取られてしまったセレッソです。これが安藤がね初めて出てきて、コムヨルのスピード感が分かってない状況だったと思うんですよね。スローインで裏取られてますから。そうですね、これはやられちゃうもう入っちゃいますよ。中にキム・ジェスンが入っていって、最後に押し込んだのがイミョンジでした。こういったところはもう本当にこう一瞬の隙も作れないということですね。そうですし、また勝ち点3が欲しいセレッソ。こういう難しい時にね何ができるか、はい、岡垣さんに期待したいですよね。そうですね、それでこそ日本のエース言えますもんね、はい、本当ですよ。さあこのボール裏へ通って真ん中に通されてシュートを打たれた、12番のキムソンで2点目を取られましたセレッソ。後半の20分です。厳しい表情になりましたフォルラン。厳しい2点目ですね。失点はねもう察しちゃいけないと思うんですけどね、これスペース空きすぎちゃってるんですよね、そうですね、真ん中が空いてしまいました。そのもちろん取りたい気持ちは分かるんですけども、まあ、人数が少ないしボールに対してプレッシャーがない状況ですから相手は好きなことをやれますよね、はい。